ゃあということで、はい、第2試合徳島県 VS 沖縄県、お願いします。あれだからね、この4人の中で、はい、徳島が一番マイナー県だからね。いやいや難しいよ。難しいですね、徳島は。僕沖縄はもちろん任せてくださいって思うので。佐藤さん、こっそり下調べしてないですか？してない、してない。ここ逆に難しい問題で、佐藤さんが答えられないのが僕としては理想ってことですね。ってことだね、はい、では、第1問、はい、徳島県の鳥、県庁っていうのかな、徳島県の鳥は何でしょうか？1、シラサギ、2、カワセミ、3、ウグイソ。さあ、どれでしょう？県庁、いやー、わからん。わからへん。けど勘やもん、完全に勘や。はい、僕も大丈夫です。これでヒントは大丈夫ですね。うん、はい。じゃあいいですか。はい。せーの、じゃん。ウグイス。ウグイス？僕はウグイス以外のどっちかかなと思ったんですけど、ウグイスですかね。はい、これでお願いします。はい、では正解は一位シラサギです。これでかい。よし。聞いたことないで。これはでかい。はい、徳島県の鳥、県庁はシラサギです。シラサギは湿地や水辺にある森林などに生息しており、徳島県内ではその姿が多く見られます。見たことない、よかったよかった。ウグイスじゃん。じゃあ行きます、うん、徳島県の方言、机を書くの意味は何でしょうか？机を書く、はい、1、机を拭く、2番、机を運ぶ、3番、机を捨てる。さっさ、これ分かるんですか？聞いたことないよ。机を書くわ。まあでも、なんとなく机を書く、はい、その机で書いてって話です。そういう使い方らしいですね。でも全部いい。それはもう分かったし、じゃあ分かった、分かった、はい、分かりました。はい、はい、せーの、の運ぶ、拭く。正解は運ぶ。そうなんだ、拭くと思った。これは分かったわ。書くって言わないんですか？書くとか書くってね、このなんか持っていくって運ぶことや、書くって。やばいよ、担ぐみたいな、うん、書くとか、書くとか、これは分かった、この方言は。うわー、これうわー、でもしょうがない。1対1、1対1。俺、最低2問は取んないとな。人口とかないの？人口人口とかやめてくださいよ。やめてくださいよ。じゃあ、これにしましょう。うん、オッケー、いいよ、はい、お願いします。兵庫の時に出た問題です。はい、徳島出身のプロ野球選手、現役今何人いるでしょう？はいはいはい、今年で2023年ね、23で、うん、これやってますからね。これやりましたね。やってます。結構話題には出てますもんね。これあれですよね、人数ですよね。人数、あ、取りこぼしたいように書かなきゃいけないからな。選手名はいらないですよね、うん、何人だもんね、はい。ここ取れたらでかいな。これ近い方が当たりだもんね、うん、はい、よし、俺もこれにするわ。ちょっとこれいくよ。はい、はい、せーの、8人。おっしゃ、イエス、でかい。正解。え、正解なんすか？正解。俺だ、全員言えるもんだって。杉本、森、坂東、藤田、川野で、松田、竹岡で、中日にね、穴行かれからね、今年1年目のやつ、森山、森山選手、うんうん、正解。よっしゃー、すごーい。あ、でも大空くんよく分かって、よかった勘です。ナルト氏が4人、3人、4人。ナルト氏は坂東、藤田、川野、3人、3人ですね。すごーい。ということで、今のところ2対2。2対2です、はい、はい、徳島クイズは以上です。全員だよ、全員、はい。さあ、では青空くん有利な。おわ、これちょっとピンチやな。よし、うん、さあ来い。沖縄、はい、沖縄の有名な泡盛を何年以上熟成させるとクースと呼ばれるでしょう、はい、うん、クースって言うんですね、沖縄で。何年以上、はい、ここドンピシャじゃないとダメだよね。そうですね、うん、何年以上を熟成っていうルールがあるみたいな、うんうん、いや、これだと思うけどな。これかな、これだと思うけど。いや、俺もう2つで悩んでんねん。やっぱこっちでしょ、うん、はい、せーの、10年。3年。3年。よっしゃー。僕もこっちとちょっと迷ったんですよ。いや、俺5年と迷ったんだよね。
3年ですね、はい、分かった、分かった、でかい、え、3対2、はい、よーし、よーし、いいよ、あと2問、いいよ、いいよ、やばい、よしよしよし。さあでは、これは2人とも分かりそうな気がします。沖縄第2問、はい、沖縄本島に次いで2番目に大きい島はどこでしょう。知りません。俺も分かんないよ。分かんないけどさ、島の数なんて限られてるやん。そうですね、うん、まあまあ有名どころのどこかですよ、うんうん、有名どころのどこか、はい、じゃあもう私はここにします。 OK、大きい、はい、では、せーの、宮古島、石垣島、正解は、こい、西表島です。西表島は出てこない。そうなんですね、西表なんだね、はい、西表でかいんですね、うん、でも三択は宮古、西表、石垣で、いやそう、だから俺はもうそうなると思ってて、え、どこでしょう、僕、サッサも分かってるかもって言ってたんで石垣かなと思ったんですけど、いやでも、ラスト？ラスト？ラスト？危ない！おお、これ勝った！だから俺はもう延長に行く、延長に行くしかない。サスさんに勝てるよ。はい、じゃあいきます。おい、ジャランお土産ガイドに載っている、うん、沖縄のお土産ランキング、うわ、わかベスト5を答えろ。ベスト 5？ はい、これはもう皆さん空港も行かれてるから、これはいける可能性ありますよね。これはいくつかね、はい、わかるやつね。ベスト5ですね。ベスト 5？ ベスト5を答えろ。お土産だよね。そうです、ジャランさんが公式に載せているお土産ガイドっていうのがあります、うんうんうん、それに載っているベスト5です。空港とかで、空港とかでお土産として買うものってことでしょ。そうそうそう、当たってたらプラス1ポイント、外れてたらマイナス1でいきましょうか。はい、でベスト5、これもう5つは楽勝でかけたよ。ヒント言っていいですか。うん、思ってたのがそんなにストレートにいかないです。だろ、これは絶対いかないです、うん、これ言っときます。俺だから、だからよ、そこっからよ、はい、だからそう、うん、王道が習わないんですよね、うん、もう友達に買って帰ろうみたいなのがあんまりないかも、はい、だからワンチャン青空くんなのも知ってる可能性だったから、うん、お土産だよね、うん、お土産でしょ。俺もう7つかもう7つあるんだけど、でも間違ってたらマイナスなんで7個書いてもらっていいですよ。でもそのマイナス、うん、とりあえず書いといて消すから。消すね、そりゃそうです、そりゃそうです。これ入ってこいやろ、これ、番人に買わないかもしれないです。うん、これじゃあ沖縄にいる僕はあんま分かんないかもしれないですね。いや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 、沖佐藤さんの方が不利かなって、若干ぐらいです。ヒントで言うと静岡で言ったら何か買わないみたいな感じイメージですね。で今青空くんが何点？3点です。2点です。2点、よし、はい、さあ、じゃあ、これどう選択がつくか。リリ5個ね、はい、せーの、じゃん。お、佐藤さんいっぱい書いてくる系でいった。俺、紅芋タルト、海ぶどう、泡盛、シーサー、おー、T シャツ。それが順番ですか。1、2、3。あ、1高い。あ、なしで、うん、その5つ、うん、はい、僕は、チンスコ、紅芋タルト、パイナップル、海ぶどう、島らっきょう。あで俺はさっき袴田さんがうなぎパイみたいなのがないって聞いてチンスコ外したんだよ。そうなんですよね、そこなんですよね。ああ僕もここ王道2つだと思うんですよね。ああ俺もこの、俺は一番最初この5つ書いて、サーターアンダギー、海ぶどう、泡盛、サーターアンダギー、はい、泡盛で変わったものもあるって書いたから、だから T シャツめっちゃ売って、国際通りとか、あの空港とかもめっちゃ売ってるんですけど、ああで、ああ、そっか、これお土産ですもんね。ああ、お土産なんかこう、ウミンチューみたいな T シャツとかめっちゃ売ってるやん。で、シーサーね、シーサー、シーサー、あ、シーサー、何個合ってるかね、はい、じゃあいいですか。ああ、じゃあ青空くんから。ああ、青空くん、いくつ合ってるか。一、はい、つです。一つマジ。はい、佐藤さんは、佐藤さんはゼロ。ゼロ嘘。え、じゃあゼロな。はい、はい、入ってたのは。じゃあ1位からいきましょう。1位、チンスコ。おー、チンスパイスさん入ってんじゃん。2位、黒糖。へぇ、3位、食べるラー油。あー、4位、三品茶。5位、雪塩。雪塩ね、うん、あ、ほぼ石垣やんけ。ラー油もどうせあの石垣のやつじゃん、どうせ。いや、ぜ、それ間違ってるわ。絶対俺 T シャツやと思う。こういう受け付けません。受け付けません。T シャツ絶対一番売れてるはずやねん。ということで。はい、ということで。それ間違えてるやろ、お前それ。青崎
イベント勝利倒しました。 T シャツ絶対売れてるよな。売れてます。 T シャツだってどこも売ってんで、 T シャツでもあんまり買わないじゃないですか。いやいや買ってるよな、めっちゃ買ってる。ウビンチュみたいな子供の T シャツとか30人も入ってないですか。いやいや、おかしい、そのランキングが。あとシーサー絶対買うよな、お着物のちっこ、こういうちっこい、こういうちっこいやつが売ってるやん。シーサーは1人1個です。一家族一個だね。いやいや、こういうちっこいやつあるやん。ちっこいやつ。島らっきょうはないよね。島らっきょう7位。7位。はい、ということで。はい。はい、決勝で。はい。よっしゃ、ありがとうございます。よっしゃ。強度愛ないやつ決勝戦。すずさんは正直予選勝つと思ってました。これはちょっと当てとかなきゃな。これでいこう。うん。はい。せーの。